何？どういうこと？ちょっと待ってって言うたやん。いやー最近肩こりがひどくてね。いやー気持ちやー。干したら危ないよ。干したら危ないよー。意外と大丈夫かも。明日から旅行やねん。荷物コンパクトにせな。俺がコンパクト。お好み焼き平たく潰すやつおるやん。絶対許さへんで。インターネットってめっちゃ便利やん。Wi-Fi 通るときはこうなってます。おい山田くん、座布団1枚持ってきて。はい、座布団1枚。はい、座布団もう1枚。そういや、女の子は頭ポンポンされ、ポンポンされるの好き。